慶長5年9月15日創業。決戦を前にした関ヶ原は濃い霧に包まれ静まり返っていた。家康はすでに安全な桃配山を降り、関ヶ原の東の端に本陣を進めていた。霧が晴れた時、敵の度肝を抜くためであり、そしてこの戦にかける家康の決意の表れでもあった。一方、石田三成の本陣は関ヶ原の一番北笹尾山にあり、二重の柵を巡らしていた。そして家康の首を狙う又五郎ら草の者たちは、両軍のほぼ中間にある森の中に潜んでいる。左衛門の助、はい、一曲どうじゃ。用意して。はっ。午前8時、霧が晴れた。かかがった。栗井直政を受けて、家康の四男松平下野守忠義がまず先陣を切った。静かだった戦場は一瞬にして轟音と混乱、修羅の慄壺と化した。果たして家康はどう出るかの。こう出ましょう。地方の小さな盆地である関ヶ原に数万の軍勢がひしめき合い、樽の中で芋を洗うような混乱戦となった。東軍は宇喜多小西石田平西軍の必死の抵抗に遭い苦戦していた。西軍のうち東の口を占める南宮山の毛利と、西の口を閉じる松尾山の小早川、さらに北に位置する島津勢は三成の再度の要請にもかかわらず一向に動こうとはしなかった。はぁ、黒田福島細川の勢いずれも苦戦しております。殿、このままでは由々しき事態にも。松尾山へ鉄砲を打ちかけ。殿。急なご事。内府様はしびれを切らされたようじゃ。すぐにでも兵を動かし、大谷行部の側面を突くのが良いと存ぜ。今こそ撃っていでます。まず松尾山の小早川秀明が西軍を裏切ったのである。小早川が裏切りました。松尾山を下り、我が陣へ向かうております。迎え撃つ。殿、ただしに陣をお立ち抜きなさいませ。朽木はじめ脇坂、赤座、小川の軍勢も裏切り、我が陣に押し寄せてまいります。殿、ごめん。宮城陣外を守れ。はい。もはやこれまでじゃ。解釈を頼む。どうじゃ。いいえ、まだまだ。Oh!
関ヶ原で大谷勢が全滅し、浮田小西勢も突き崩されると、石田三成は笹尾山の本陣を支えきれず、伊吹山麓へ敗走を始めた。殿、おめでとう存じまする。事務所有は兵を引き連れ敗走した由にございます。殿、おめでとう存じまする。おっしゃいます。島津の騎馬約300、我が軍へ霧をもみ込むように突入してまいります。何じゃと、備えを固めろ。この時までまだ一枚の鱗も損傷していなかった家康魚鱗の構えは次々に突破され、島津勢は前代未聞の戦線離脱に成功するのである。しかし島津も思い切ったことをするのう。17日、西軍敗退の知らせは上田に届けられた。負けた。なぜじゃ。不思議なこともあるものよの、秀忠38,000の兵をこの上田に引きつけて送らせたと申すのに、なぜじゃなぜじゃなぜじゃ。父上、私が関ヶ原におったならば。殿、おこちらでございましたか。殿、東軍の勝利、まずは終着に存じまする。